キチャンネル。セリーグ6月の総チェック、はい。まあ、ここまでね、はい、2ヶ月ちょい終わりましたけども、今日時点でセリーグをチェックしていきましょうというところで、前回チェックしたのが、はい、5月頭、うん、4月終わりぐらい、うん、ね、開幕して1ヶ月総チェックしましたけど、はい、うん、その時は DeNA が1位、うん、2位阪神、はい、3位広島、4位ヤクルト、5位巨人、6位中日でしたけど、現在は1位阪神、2位 DeNA、 3位広島、4位巨人、5位ヤクルト、6位中日という、あ、だいぶ入れ替わりましたね。そう、 DeNA 貯金10だったのよ、はい、その時に、うん、このまま突っ走るんちゃうかって言ってたら、はい、なんと、今貯金8だから、この借金ね、はい、に減らしたっていうのもあるけども、はい、阪神が同等の勝ち方で、はい、だって阪神5月、うん、阪神が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19勝、うん、5敗、すごい、貯金14、一気に一気に、今の貯金もすごくないですか。今貯金が28、はい、28? うん、今そんなあります。嘘ですよね。18、いやだと思った。いや28ありえないだろうと思った。18だから、もうこの時点で、うん、だから4から14、はい、うん、5月で上げて、で今2位 DeNA に5ゲーム差、はい、だからまあタイガースね、うん、の首位の原動力で言えば、やっぱりね、タイガースの一番のここまでのもう功績は、うん、俺はもう村上と大竹だと思う、はい、でこれ村上と大竹が前後にローテーション分かれることによって連敗しないと、はい、うん、で今唯一3連敗してないのがタイガースなんだ、はい、そりゃそうだよね、うん、村上と大竹で勝つから、はい、負けても2度終わるじゃん。だって負けないですからね、その2人が、うん、そう、うん、ではこの前もね、うん、あの大竹には勝ち星つかなかったけども、はい、まあ、その後逆転して大竹が投げた試合は負けないっていうところで言うと、はい、うん、まあ、これが無類の強さだから、はい、昨年から言うと青柳西勇輝っていうところが全然調子が上がらないところを全く去年いなかった、はい、だから村上と大竹いなかったら阪神もやばかったな。いや、そうですね、そう考えると。でも本当新生ですね、うん、去年いなかったからね、うん、いなかった人間が一軍に、はい、うん、その二人が今もう核だからね、はい、そういったところではまあ大きいっていうのと、うん、あとはまあね、岡田監督のマルチポジション禁止で、はい、あのポジション固定することによって、うん、まあ、そこら辺の選手の安定っていうところは、はい、あとやっぱ俺はね、ノイジーだと思うんだよ、うん、ノイジーが打てばつながるし、打てなきゃ負け、何気にもちろん近本長野とか大山とかもいいんだけども、うん、何気にノイジーって言ってる、はい、あと佐藤輝もですよね。そう、上がってきたからね、うん、でまあ上野もちょっと上がってきたからね、うん、だからそこら辺もまたいい感じで良かったなっていうところと、で、サトテルが3月4月の打率が2割1分5厘なんですよ、うんうん、で5月が2割7分2厘、もう6分は出てるんで、いい形でね、はい、でまあ湯浅も帰ってきたし、うん、っていうところではまあまあ盤石感が、ね、でもちょっと心配事があるんだよ、はい、うん、エラえちょっと増えてきてる。少なくなかったですか。そうそう、でもちょっと増えてきてて、今30で、はい、中日が一番多いんだけど、うん、まあ、ワースト2位で、はい、ちょっとエラーが増えてきたっていうところが若干心配の種、はい、でも1ヶ月前から言うと、うん、防御率が 2.26 だったのが、うん、2.60 だったのが 2.62 だから、はい、もうほぼほぼ変わってない、うん、いいまま、うん、でも、うん、リリーフの防御率が 1.69 だったのが 2.04 と、うん、はい、ちょっとリリーフの防御率が上がってきてるから、それでも2点台ですけどね、うんうん、だそこら辺が、まあ、疲れとかもあるのかなっていうところはあるけども、はい、まあ、若干ちょっと気になるポイント、うん、はい、で DeNA としては、うん、やっぱこうどこまで打つかっていうところで、うん、1ヶ月前ね2割6分4厘打率、はい、でも今は2割6分6厘だから、うん、まあ、打率は上げてきてるんだよね、はい、でホームラン数もきっちり同じような数増やしてきてて、うん、得点圏打率っていうところもなんと3割4厘だから、うん、DeNA のすごい3割超えてるんだ、うん、だからもう DeNA はここからどう逆転していくかって考えると、うん、このねピッチャー陣、うん、特に先発の頑張りっていうところが、はい、DeNA 防御率が 3.46 と、うん、なんと今、パ・リーグセ・リーグ4位。あ、そうなんだ。で先発防御率が 3.63 と、はい、こちらもセ・リーグ4位、うん、でリリーフ防御率は
セリーグ3位の、はい、だからちょっと先発頑張んなきゃいけないね。そうですね、全体的に。だから今の現状 DeNA は勝てなきゃ負けるんだって、うん、打てなきゃ負けるんだって、うん、結構大勝ちな試合になってるから、はい、この僅差のところで勝ちきれてないから、うん、その僅差のゲームをしっかり作戦とかもそうだけどもミスしないとかもそうだけども、うん、そういったところをうまくやっていくと勝ちにつながっていくから、はい、クオリティスタート率が 51% と、これもこちらもセリーグ4位なの。あ、じゃあ先発が結構崩れてるんですね。そうそうそう、だから先発が試合を作れてないところで、うん、まあ、ガーンって大味な試合になっちゃってるから、うん、そこら辺はちょっとここから上位に行くっていうのを考えたら、うん、先発のちょっと頑張りはね、はい、まあ、いいバッターがすごく多いチームですからねそう、でも打てなきゃ負けるんだよ、小技効かないから、うん、はい、だからそこら辺もちょっとね、うん、水物だから、この打てなくても勝てるみたいな野球を作戦的にはやっていかなきゃいけないのかなっていう。 DeNA の課題はね、犠打成功率が6割7分4厘と、はい、今セ・リーグで一番悪いのよ、うん、だから要はちゃんとそういう打てなくても小技を利かして勝っていくっていうところをやっていかないと、うん、打てなきゃ負けるになるから、はい、もうちょっとそのね、バントとか記録だちゃんとやりたいし、細かいところをしっかりという、うん、で盗塁成功率がなんと5割2分9厘と、うん、企画数も17でめっちゃ少ないんだけど、少ないのにめっちゃアウトになってるんだよ。だそういったもう作戦がハマってないね、はい、だそういったところはちょっとしっかりやっていきたいね、うん、そうじゃないと本当に打ったら勝てますみたいな感じなのから、はい、まあ、それでもまだ2位にいるからね、うん、先発の頑張りとそういう細かいところをしっかりやっていきたい、うん、逆襲に向けては、はい、ね、今3位広島、はい、5割、うん、借金2からだから1ヶ月でまあね、はい、貯金2と5割で持ち直してるっていうところもあるけども、うん、まあ、こちらはねやっぱ森下が帰ってきて、はい、これいい形で投げて、ね、いや大きいですね、その一人っていうのは、うん、広島が今現状チーム防御率 3.19 と、うん、セリーグ3位、はい、で、先発は 3.04 とセリーグ2位なのよ、うん、でもリリーフが 3.48 と、セリーグ4位っていうところで、まあ、栗林がね、はい、まあ、いなくなってっていうところで若干バタつくんだよね、うん、だからここのリリーフのやっぱバタつき感をどうにかしたいよね、うん、はい、で攻撃に至ってはチーム打率2割4分4厘とセ・リーグ4位、うん、だから若干ちょっとね、もうこの前は2割4分1厘だったから3厘ね、若干ちょっとは上げてきてるんだけどね、はい、でもこうね、可もなく不可もなくなんだよ、うん、カープは、はい、で五分を保ってる感じですね、うん、なんかこれっていうのでもぶっちゃけ、うん、今26勝26敗だけど、はい、前半なんかもう勝ってるのに負けた試合あるから、うん、正直ね31勝21敗でもおかしくない、はい、栗林がまあ4回逆転負けするとかもあるからね、うんうん、そしたら阪神と3ゲーム差ぐらいにいるからね、はい、だからそういったところではちょっとね状態悪いのにあ5割いるんだっていうところはちょっとポジティブに見たらいいところだから、うんうん、そこら辺はちょっとねだからリリーフと、まあ、あとはもう打つのはねつなげていかなきゃいけないけど、やっぱカーブもね若干最近エラー多くなってきてるからね、はい、ここら辺はちょっとね気になるところだね、うん、いいリリーフピッチャーとかそういましたよね、なんか矢崎とか、うん、まあ、ターリー島内とかいるけども、うん、やっぱ栗林が9回いるから矢崎8回とかターリー島内で流動的にとかもできるから、うん、抑えがいないっていうのがあるんですね、ちょっと栗林がね、うん、若干っていうところがあるからね、うん、そこら辺はあと交流戦粘れるかですね、かなり大事、はい、今現状やってるけどね、はい、現状2試合連続負け越してるからね、うん、そういったところはねっていうところはあるけどね、はい、あと OPS も悪いんだよね、うん、カープはね出塁率が悪い2割9分6厘とね、はい、フォアボールも少ないしね、うん、127選べてないと、うん、そうだね、選べてないっていうのがもうどんどん攻めてこられてるっていうかね、うん、あるけども、まあ、そこら辺ね、まあ、まだ挽回可能だからね、はい、しっかりやっていきたい、まだ5分ですからね、そう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 、はい、で現状4位巨人、はい、ね、一番未来が暗いって言ってたらしい、上がってきましたよね、ちょっと未来明るくなってきた、ね、うん、うっすらね、かなり若手のね、うん、だからこの先月からだったら秋色とかね、はい、あとはまあ横川も安定してきたしね、うん、坂本選手、うん、坂本も上がってきたしね、うん、でまあ丸もちょっとずつ上がってきたしっていうところではね、はい、うんうん、でまあ岡本がファースト行って門脇ね守備とかまあたまにいいところのヒットも打つしね、はい、うん、でチーム打率が2割5分2厘と、セリーグ2位、うん、っていうところでホームラン60本はダントツ1位だからね、はい、毎年ホームラン多いですもんね、うん、でもやっぱり ね防御率も 4.10 と1ヶ月前は 4.30 だったから、はい、防御率も良くなってきてるんだよね、うん、
で先発防御率も 4.16 だったのが 3.69 になってるから良くなってきてるんだよ、ね、はい、でリリーフ防御率が 4.51 だったのに 4.80 ってもっと悪くなってるんだよ、ね、はい、だからもうリリーフだね、うん、ちょっと体勢も最近ね、はい、ちょっとやらかしてるからね、うん、このリリーフね、鈴木とかトレードで取ってきたけども、うん、結局リリーフやな、はい、ジャイアンツは、うん、の課題はもともとピッチャーが課題っていうところでしたからね。でクオリティスタート率が 47.17% とあのパリーグ5位なんだよ。セリーグ、あセリーグ5位なんだよ、うん、クオリティスタート率悪くてリリーフ悪かったら、うん、やばいからね。そうですね、うん、これはもう課題は明確なのよ、うん、こっからやっぱ上がっていくためにはクオリティスタート率を上げるか、うん、もしくはリリーフを改善するかしていかないと、うん、このままの流れだとちょっと苦しいね、はい、正直やっぱ投手陣がね、うん、打撃陣はすごい上がりましたよね、うん、であとあのフォアボールがね152個 と、 ちょっと出しすぎなのよ、はい、だからちょっと四死球与えすぎっていうところもあるね、うん、でホームランもね、はい、チームで一番打たれてんだけど、うん、あ打ってんだけど、うん、基本塁打も一番多いから、うん、結局ホームラン打ってるけどホームラン打たれてるっていうところもあるから、うん、そこら辺の失点もねちょっと大きいかなっていうね、はい、まあ、完全にじゃあ課題は、まあ、ピッチャー陣だと。そうだね、うん、ピッチャー陣がで援護点は 3.16 だったのに 3.46 になってるから援護点はもう上がってるんだよ。かなり確実に坂本選手がかなりもう違いますもん、打率が1割違いますもん。そうそうそう、うん、うん、でクオリティスタート率も悪いで 47% だけど、うん、1ヶ月前は 41% だったから、うん、まあ、多少は良くなってんだよね、はい、でもフォアボールの吉球も一番悪かったけども、うん、結局また悪いままだしね、うん、だからそこだね、うん、感じ的にはそうですね。でも上がってきましたよ、かなり。そうそう、ちょっとずつ上がってきてるからね、うん、そこら辺はねいい形になってるっていうところね、はい、OPS も、7割超えてるからね、うん、そこも、まあ、打撃は全体的に上がってきたね、はい、数字はね。秋広選手、うん、大きいですね。でもちょっとリリーフがね、うん、リリーフとホームラン打たれてるのとフォアボールちょっと多いっていうところはね、はい、ちょっと改善していかなきゃいけないなっていうね、はい、で今ヤクルト4位、はい、あ5位、4位からちょっと落ちちゃって、だって12連敗しましたからね。でもチーム打率は2割2分5厘だったのに、うん、2割3分5厘でちょっと上がってんの。あ、そうなんだ、うん、で、OPS も 6割4分5厘だったのが6割6分1厘でちょっと上がってるし、はい、で、得点圏打率も1割9分7厘だったのに2割5厘、うん、まあ、一番少ないんだけどね、今のセリーグの中で、はい、でもちょっとずつ上がってきてる、うん、で、防御率も 3.74 だったのが 3.74 一緒で、先発防御率は 3.93 だったのが 3.83 と上がってきてる。あ、よくなってる。で、リリーフ防御率がでも 3.62 と上がってるのよ。あ、ちょっとリリーフ打ち込まれてるのかな、はい、全体的にね、うん、だからそこら辺だね。で、クオリティスタート率が 33% だったのが、うん、クオリティスタート率が 32% と下がってる。ちょっと落ちてるな。だから先発だね、はい、結局は、うん、で、先発が持ちこたえられなくてリリーフ使うけどリリーフが持ちこたえられないみたいな、うん、だからやっぱ先発苦しいもんね。高橋奎二とかもいなくなってるしな、はい、でもサイスニード頑張ってるけどな。サイスニードピーターズ、うん、これ外国人は頑張ってるけど、うん、この前も小沢がね今季初先発って、はい、まあ、勝ったけどね、うん、勝つも足りてないしね、はい、で交流戦6枚絶対いるからな、うん、あとやっぱ村上やな。そうですね、上がってくればホームランの数は打ってるけど全然塩見もいないしな、はい、ちょっと苦しいな全体的に。あんな連敗すると思わなかったですからね。ちょっと苦しい。でも、まあ、この中でも6月ちょっと上がっていけるかっていう。上がっていけるかっていう。でもちょっとピッチャー陣が苦しくなってきたな、うん、ちょっとここ最近ね、はい、チームとしては。で、最下位中日、はい、うん、一瞬光見えたなけどな、うん、あの4試合連続2桁安打みたいな、はい、福永、うん、村松、はい、細川、うん、もうめっちゃ打つやんみたいな、うん、もう外国人全然おらへんけど、一応ビシエドが一番安牌ちゃうかみたいな、はい、今打線の中でみたいな、はい、感じになってるけど、うん、防御率が 2.62 だったのが 2.4、はい、2.62 だったのがなんと 2.99 とちょっと悪くなってるの。本当だ、ピッチャー陣が落ちてる防御率が、うん、で先発防御率 2.19 だったのに 3.13 に約1点ぐらい上がってるんだよ。これちょっとあれだね、はい、で救援防御率が 2.05 だったのが 2.76 と、うん、そう全体的に投手陣の棒が上がってるっていう、はい、でクオリティスタートが 65% あったのに 55% と 10% 下がってるっていう、うん、はい、
で援護率は 2.53 だったのが、うん、2.72 と、あ、ちょっと上がったじゃないですか。上がってきてるのよ、はい、でもそれでもあの唯一のセリーグ2点台 2位台だから2点台援護点がないんですね、やっぱり。だからまあ、もともと少ないんだけども、うん、ちょっとずつ上がってきてるんだよ、うん、打の方は結構ちょっと上がってきてるわけですね、うん、で打の方はチーム打率が2割4分7厘だったのが2割4分と下がってます。あ、下がったんですか、チーム打率、うんうん、へー。で OPS は6割1分6厘だったのが6割1分4厘と、はい、2厘下がってます。あれ下がってるんだ。で得点圏打率は2割4分2厘と、うん、だったのが、あ、違う、これ上がってんじゃん。いや上がってます、うん、あ、え、打が上がってないですか。打は、あ、得点圏打率は上がってるの。だから打率は下がってるの、うん、で OPS も下がってる、はい、でも得点圏打率はあの2割4分2厘だから5厘上がってる、うん、得点圏打率、はい、で犠打成功率が、うん、ね、小技聞かない言ってたじゃん。言ってましたね、うん、犠打成功率7割3分と1割、うん、約1割上がってる。すごい。だからちょっと投手陣悪くなってるね、うん、全体的に。そうですね、数字上だから良さが消えかかってるね、はい、こう打ち勝つじゃやばいからね、うん、はい、水物だからね、うん、でもやっぱり援護点が少ないからその分ピッチャー陣もこうちょっとこう、そう、初回からね、いけないってなるわけですもんね、うん、そうそう、初回からもう点やらないといけないっていう厳しい中でピッチングしてきてるから、はい、だからフォアボールも151と2番目に多いのよ、巨人の次に多いのよ、うん、はい、フォアボールが。ちょっとフォアボール出しすぎっていうね、はい、でもホームラン数は少ないんだけど、うん、基本塁打も25と少ないんだよ、はい、だ要はそこで恩恵もあるわけよ、うんうん、バンテリンドーム広いからホームラン出えへんって言うけども、うん、ホームラン打たれないっていう恩恵もあるから、うん、そこら辺は一概にな、狭くしたらいいって、狭くしたら増える可能性あるからね。そうですね、自分たちのストロングポイントが消えちゃうから、うん、でも結局は援護率が唯一の 2.72 と2台なのよ、はい、3にもいってないから、うん、結局は援護だね。もうちょっと打たないといけないと、うん、うん、そうだね。だからここら辺の結局は打つ、結局は打つのみだね、はい、結局は。ちょでもピッチャー陣が悪くなってるのが気になるな。ピッチャー陣粘って野手はもうちょっと打とうってことですか。うん、うん、ということはもう全部がダメって言ってるのと一緒だからまあ今最下位ですからね。そう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 、はい、だからまあね、今現状阪神が1位だけども、はい、まあ、阪神もちょっとミスがね、うん、あるからそこがねちょっと注意っていうところはあるけども、ミスが一番多いの中日ですもんね。そう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 、はい、うん、エラーが一番多いのはね、はい、だからちょっとヤクルトが今一番厳しいな、うん、現状的に、まあ、ピッチャーがいないというところで、うん、全体的に厳しい、うん、なんか中日はまださ、おって思うものがあるけど、あるある、結局ヤクルトは村上今日打ったのかどうかになるわけ、うん、だそこら辺がねちょっとヤクルト今現状この交流戦真っ只中の6月としては厳しいな、まあ、楽天に結構大勝してたんでもしかしたら勢いついてくるかもしれないです巨人はね、あ、若い選手たちがね、はい、あと丸坂本が上がってきたから、うん、若干光ね、見え出してるけど、やっぱりリリーフがきついから、うん、まあ、そこがどうなるのかっていうね、うん、ところはあるし、カープは本当可もなく不可もなくだから、うん、結局接戦負けきってるから、やっぱ接戦を勝ち切れるように、はい、やっぱそこしないと、うん、ね、ちょっと A クラス入りもっていうところもあるんでね、やっぱ交流戦ちょっと今負け越してますね、うん、そう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 、うん、で DeNA はもう打たなくても勝てるように、はい、接戦ね、はい、でも阪神このまま行っちゃうのかっていう、いや勢いあるから行きそうだな、ね、はい、まあ、村上大竹 が、うん、勝ってる間は行けると思うよ、ここら辺が落ちてきたらっていうね、はい、ところはあるけども、だってパリーグの首位にも、ね、勝ち越してましたしね、そう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 、うん、でもいきなりスタート負け越したからね西武に。あ、そうでしたね、うん、おーっと思ったけどね、ロッテに勝ち越したからね、うん、まああれだけども、うん、まあでも阪神もし交流戦うまく乗り切って、うん、はい、貯金4とかでいったら行っちゃうな、これ、うん、そのまま行きそうですね、うん、なんとかして頑張んないとね、他のチームも、うん、まあでもまだね挽回可能だからね、はい、そういったところを見た上でね、うん、頑張ってもらいたいと思います、はい、はい。